こんにちは、いちごからのママ、いちこと申します。お願いします。今日はですね、じゃん、こちらクリアカードコレクション3を今日は12枚買ってきました。こちらね、前回からもう開封行ってるんですけど、もう第4回目になります。今回がですね、いつも10枚しか買わないんですけど、最近全然セリアで見かけなくて、やっと見つけたのでちょっと調子乗って12枚買いました。なんか本当にないんだよね、最近見つけられない。今までの開封動画は概要欄に載せてあるので、ぜひ見てみてください。もう4回目なんですけど、割とまだ持ってないものが多くてファイリングしてるんですけど、今日は持ってないの当てていこうと思います。あとね、かっちゃんが全然出てない気がする。前はね、2の王のクリアカードもあったんですけど、今回はお店に3の方しかなかったです。聞いてくださいよ、ヒロアカのスタンプがないんですよ、私のよく行くセリアには。で、いろんなセリア回ってるんですけど、スタンプだけ本当に見当たらなくて、何売ってるんですか。まあ買いたくて買いたくて仕方ないんですけど、コンビニとかにもなくて、本当に早く買いたいんですけど。よく TikTok とかで見つけた方見るんですけど、めっちゃ羨ましいです。はい、じゃあこちら切れたので開封していこうと思います。はい、一つ目開けていきます。せーの、はい、ファットガムでした。やった、持ってない。出だしいい感じですね、ありがとうございます。いい感じ、いい感じ。じゃあ2枚目いきます。せーの、はい、ダビでした。すごい、持ってない。やったー、かっこいいね。ことなく漫画の表紙を思い出します。はい、じゃあ3枚目いきます。せーの、はい、天敷先輩でした。いい感じ、すごい、かっこいい。今回ね、結構選び抜いて買ったので、本当にかぶりなかったらいいな。4枚目いきます。せーの、はい、エッジショット、これね、前出ました。かぶっちゃいました、ここで。でもプロフィールかっこいいね。映画がね、すごい楽しみですね。4枚目、いや違う、5枚目いきます。せーの、はい、コージくん、持ってないです。やった、今回初横。どんどん行きましょう。6枚目、せーの、はい、わー、トガちゃんでした。めっちゃ可愛い、ね、ナイフ振り回してるのがトガちゃんらしいですね。ありがとうございます。7枚目いきます。せーの、はい、おー、また横だ。雷くんでした、いらっしゃい、かっこいい。はい、何枚目だ、8枚目、6、7、8、忘れちゃう。8枚目いきます。せーの、はい、相沢先生でした。持ってないです。めっちゃかっこいい。もうね、相沢先生はすごく生徒思いで大好きです。いつもありがとうございます。じゃあ9枚目いきます。せーの、はい、おじろくんでした。あれ、これ持ってたっけ。量多くなってきて記憶が、後で見てみます。コースはあと3枚になりました。持ってないのばっかりなんですけど、かっちゃんが1枚も出てないから。推しはね、毎回言うんですけど、1枚ぐらい出てほしいんですよね。それではいきます。10枚目、せーの、はい、みなちゃんでした。かわいい。もうね、持ってないです、最高。はい、11枚目いきます。誰かな。せーの、はい、プレゼントマイクでした。お、相沢先生と出てきてくれるの嬉しい。今回プロフィール多いかもしんない。はい、記念すべきラストになりました。まあね、引きはいい、すごく。もう私満足してる、割とここで。さあ、ラストは、せーの、はい、最後は信楽戸村でした。持ってます。ありがとうございます。
はい、こんな感じになりました。結構ね、持ってないの多かったのかな。かぶったのは3枚かな、多分。おじろくんが前持ってたら多分3枚ですね。でも12枚買って3枚しかかぶりなかったので、まあまあよしとします。まあ今回もガッチャン出なかったんですけど、はい、こちらね、後でカードケースに入れてファイリングします。もうそろそろね、揃ってきたから嬉しいです。まあ多分次も第5回目もうすると思うので、ぜひチャンネル登録して待っててください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。また開封動画します。じゃあねー。このね、かっちゃん当てたかった。次は来てください。